皆様ごきげんよう。クレーターのラブデーでございます。今日はグランツーリスモ7ライセンスインターナショナル B2 でゴールドトロフィーが取れるように解説してまいりたいと思います。始めましたら横長の看板が見えてきますので、それを通り過ぎようかというところでブレーキ4速へ、縁石の切れ目をなぞるようにコンパクトにまとめていきます。はい、来ましたね。これでゴールドが取れます。この走りはプレイリストに格納しておきたいと思います。そうしますと皆様はリピートが活用できるようになりますので、そうして活用していただきますと幸いでございます。ここまで見ていただいてどうもありがとうございました。お届けしてまいりましたのはクレーターのラブレイでございました。よろしかったらまたお会いいたしましょう。 See you next time.